ラチャチャラリラトリラタララリラトリラ橋 TV みさんこんにちはこんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家のと三橋貴明です 三橋 TV は三橋高明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録はこちらからお願いいたします え先日ですね、一、えー、月二十日にゲスト講師に泉久保先生をお招きいたしまして、三橋経済塾第十三期がえ開講となりましたので、ぜひこちらもご入塾いただければと思います。今からお入りいただいても、インターネットで泉先生のご講義とかは視聴できますからね。はい、形成史論ですが、口頭論第六十回、よりとの首を墓に備えよう、歴史時代第六十回、開地地上の崩壊がリリースになりましたので、こちらもご入会よろしくお願いいたします。なんか今回の。はい 能登半島自身でですね。嫌だなぁと一番嫌だなぁと思った写真がですね。横須賀で。小泉進次郎衆議院議員がですね。はい、募金を求めてるんですよね。ああ、なんか見た気がしますそう。すごいなんか広まってるんだけど。はい、いや募金求めるのはお前の仕事じゃないからと。ま確かに。<laughs> 国会 <laughs>。予算組むことでしょはい。予算組むことでしょ、うん、だから、その募金って。うん 一種の共助じゃないですか。で、何かというと、日本最近クラウドファンディングとか言うでしょわかります。はい。はい。は政府が金出さないから、みんなの力で、まあ、聞こえはいいんですよ。うん、うん。いいんだけど、そうじゃないよねと。うん。うん。別にクラウドファンディングとか、企業を否定するわけじゃないけどでも、政治家の仕事はそれじゃないような、少なくともと。予算を組むことだよなと。思わざるを得ないんですよ。どうして政治家の方が募金お願いしますってやる。 ようになったっていうかやってるんですか初めて見たけどね私<あ> <laughs> どちらかというとあ共産党の人たちやってたの見たかなおかしいでしょはなからうん。それはおかしいと思わないのがおかしいと思うんだよね、うん、ああこういう風信じろ偉いは違う違う違う世の中なんかそういう感じになってますよねそう絶対違う、うん、でも政治家の方なんでやろうって思ったんですかねえだから国の借金で破綻するって財政破綻の方なんじゃないの,んのそこ募金募ればいいんだって思ってたっ、うん、あ政府の予算はないからとかですね、うん うん。うん、要は、え、貨幣のプール論ね、はい、財源論の間違いとかで。こんなになっちゃってるんよね。で、で、本当ね、これ、前回、前回も。これ出したけど。本当、これ、まずいよね、これ。はい、東京一極集中。うん、でこれ、実は。なんで、こんなことになったのか。はい。やっぱり、緊縮財政なんだよ。な、うんででしょうか。え、地方にお金使わなかったもちろん、政府が選択と集中しちゃって。はい。 南関東、まあ、首都圏に公共インフラ投資をしたのもあるんだけども、はい、もう一つね、要因があるんですよ。もう一つ。規制緩和なんですけど、溶石率の緩和っていうのをね、やったの。溶石率の緩和溶石率って、例えばですよ、えっと、一つの建物の床面積は何平方メートルまでっていうような、はい、これが溶石率なの。昔はそれが厳しかったの、東京都っていうのは。はいうん、だからもう東京都なんて あらゆる土地が建物になってしまっていて、はい、もはや増やせないっていう状況だったんですよ。うん。それがいつぐらいですかそれ、だからそれを、それ80年代ぐらいまで。うん、あ、バブル崩壊ぐらいまでかな。はい。そこで緩和したんですね。うん,うん。すると、高層ビルとかを建てられると。はい。床面積が2倍3倍でも OK よってことになったから、だからそこから、東京だけがその高層ビルの建設ラッシュになったんですはい。で、 緊縮財政で公共投資削減してきたから、まあこんな感じでね。こんな感じで、ピークが、えー、95年96年が45兆円以上だったのが、だーっと橋本政権以降削られまして、小泉政権だけどね、一番削りに削ったのは。はい、それで、2020年度ちょっと上だけど、また下がってて30兆円ぐらいということで、だいたい6割かな。ピークの。土木業、建設業の方々、仕事なくなっちゃうんですよ。はい、なくなってきたよね、これ。うん、だから、溶石率の緩和をしたと。はい、まあ国土交通省、まあ最初建設省かな。 まあちょっと、その土木業建設業を助けたいって思いもあったな。よ。えー、だから今はもう東京は埋め尽くされちゃってるから建物で。はい、そこでもう仕事がないんだけど、そこで容石率を緩和して、しかも公共投資も南関東に集中投資したから、すると大きなビルを建てるとか言ったですね、<ー>そういう需要が生まれるじゃないですか。はいはい。すると土木業建設業、まあ特にデネコンなんかは助かるというような、こある意味善意ですね。ん<ー>もうあったと言われています。 とんでもないことになっちゃったけどとんでもないことになっちゃったけどで本来はですよ本来は東京に建てられてってるタワーマンションを含めたその高層ビル群の需要っていうのは地方に起きるべきだったんですよそれを東京が奪ってきたわけなのでそれはまあ地方は衰退しちゃうし東京一極集中加速するしみたいなことでいろんな意味で間違えてんだよね日本がそれが80年代90年代年代に起きたんですね年代以降今も起きてますだから はい、だってこんなタワーマンションなかったよ昔、うん、そうですね私が大学卒業した頃がちょうどタワーマンションの建設ラッシュが始まった頃豊洲、はい、なんか何もなかったからねお台場も<ー>当時は <laughs> 信じられないでしょうけど,けど <laughs> そこに大きなビルを建てるっていう需要が、まあ、その規制緩和によって生み出されたわけなんですね、うん、で政府もそれサポートするようなインフラ投資してくれたから、はい、もう東京はいいからと。 地方をやらなくちゃいけないという声がですね、かき消されたんですよ。まあある意味だからビジネスの論理ですね。うん,うん。うん。も確かにそれで土木業、建設業助かった面もあるんだけども、はい、おかげでその地方の方は衰退しちゃって、うんうん、国民全体のリスクがどん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 でかくなってるという状況になっちゃったんですよね。はい、まあそういうちょっと歴史をね、知ってほしいわけなんですよ。容積率の規制の緩和。緩和。はい。うん、うん。それをやっちゃった。うん、まあいろんなのがセットになってるんだけど、はい、一つの理由は容積率の規制緩和。 で同じようなことがいろんな分野で行われましたけど珍しく朗報があるんですわ何 <laughs> ですかはい郵政民営化の見直しが始まってるのええーはい、びっくりするでしょはいでこれは先日のあのサイヤさんがお越しになられた時にも郵政民営化について取り上げましたけどあの時に取り上げたのは、はい、郵便料金の値上げはいうんうん <laughs> 私はだからこれもあの前から予言してたのねはいユニバーサルに郵便サービスを日本国内で提供する場合は これは絶対赤字になのよだから日本郵便はいずれ料金を思いっきり値上げするか国営に戻すって話になるでしょうということを言ってきたわけで実際料金の値上げ行われることになります今までもあれだよ消費税増税分は上がってたんだけどそこにとどまってたんだけど今回ボンと3割ぐらい上がるんだよね3割ぐらい上がるとそれでさらに見直しも始まるんですかそうだからんか変なんだよねやばいと思ったのかもしれないね自分と ということで、えー、1月7日、国民に害を与えている民営化路線を見直せというエントリー書きましたけど、はい、ここで取り上げたのがですね、えー、政府の郵政民営化方針の撤回に向けた議論が進められていると。これ具体的にどういう民営化だったかというと、はい、えっとね、日本郵政というホールディング会社、まあ、持ち株会社の下に、はい、日本郵便、んぽ生命、ゆうちょ銀行という3つの株式会社がぶら下がります。はい で、日本郵便以外の官ぽ生命と郵ょ銀行については、最終的に株式を全部売ると。だから完全な民間の独立した金融機関にするっていう構想になったの。最終的っていうのは、いつのことなんですかあ,あれも決まってないの。そこは、議論して決めましょうって話だけど、うん、そんなことしたらです。そんなことしたら <laughs>、日本郵政のもとには、確実になる、赤字になる日本郵便だけが残るんですよ。はいはい。 今までは日本郵政、あ、すいません、郵貯銀行とか官かぽ生命の黒字でカバーして全体では成り立たせてきた。郵政公社の時代からそうだったんだけど、それで儲かるところだけ切り離してですよ。うん、それで独立させてしまったら、日本郵便どうなんじゃと。だから国営に戻すか、郵便料金をあの引き上げないとダメだよって言ってた、うん、それを見直しそうです。うん ということでですね、え日本郵政が保有する、ゆうちょ銀行と漢方生命の金融2社の株式について、一部を保有し続けられるよう完全分離の規定をなくすと。や、うん、れやれと。や、はい、れやれ。日本郵政が日本郵便を吸収統合し、赤字対象の郵便事業を金融2社が支える構図を明確にするということでございますね。あ今までのいい状態キープできるようにしますよってことですかうそうそうそう。特に、うん、日本郵政の、あ、郵政構成の時代からこうだったんですよ、ね。 なんで漢方と郵長は分けようと思ってたんですかいい質問ですね。そこに投資した人絶対儲かんだよ。ん投資し,したのいや,いや、金融化なんですよ。郵便サービスの。はい。郵便事業だな。まあ全部じゃないんだけど、郵便事業の、あの、まあ、いわゆるその室さん的に言うと金、はい、金融化。金融化。金融商品化。だったんですよ、これん<ー>、はい。だからあれですよ、本当に日本郵便じゃなくて、いや、郵調銀行と漢方生命の株式を、 政府が売却するってなるとですね、買っといた方がいいよ。<laughs> 絶対クルデンになるから。え、でもじゃあもう持ってる人はこのニュースが嫌なわけですよ、ね。嫌なね。はい。もっと本当だから経営を自由にさせて、うん、で配当金を増やさせて、じゃ株買いをさせてというような路線を狙ってたんだろうけど、うん、まあ不可能になるでしょうね。これがちゃんとうまくいけば、うん。はい。はい。やれやれと、やれやれと。 それだったらせっかくだから郵便料金戻してくれないかなと思いますはい思いますけどどうせ赤字なんだから、うん、上げたって赤字でしょこれ日本郵便なんてそれでいいんですからはいそれでいいんですからと続きは月刊三橋で月刊三橋の詳細は概要欄よりお確かめください